ぞ。ないものも作れるがな。口に合わないか。どう味を調整すべきか。
噂を引き立てます。ぜひどうぞ。必要なのはコーヒーではなく穏やかな心です。
アちゃん。ここにぶち込んでやる。情報を残念ながら。
後ろから意地悪。了解。ターゲットロックオン。バタバタして悪いな。今回もでかいネタを仕入れたんだが、緊急の内容なんだ。なるべく手短に話すぞ。とその前にお茶か何かもらえるか。一息ついてる場合？手短に教えてくれるんじゃなかったっけ？おいおい、いつも割のいい仕事を紹介してやってるのは誰だ。少しくらいホスピタリティってもんがあってもいいだろう。まあいい、言っちまえば単純だ。ゼロ号フォローの定期調査がまた始まるらしい。なんだって？これはガチのマジだぜ。しかも協会は長期戦の構えだ。調査は数回に分けてやるつもりらしいぞ。俺がこれを聞いて真っ先に頭に浮かんだのは、我が最も信頼のおける顧客であり、名声カクカクたるプロ棋士パエトーンのことだ。あんたらも一枚噛みたいだろうと踏んだ俺は、あらゆるリソースを動員し調査チームの募集に裏口を開けといた。ゼロ号フォローでテスト用の依頼をこなせば、派遣調査チームの一員として合法的にゼロ号フォローを調べられるぞ。確かに価値のある情報だ。状況は把握したよ。ちょっと考えさせて。もちろんだ。大事なことは夜に決めるなって言うしな。じっくり考えてくれ。そんで決心がついたら、スコット全勝基地ってとこに行け。そこでテストの依頼ができる。じゃ、失礼するぜ。